産総研の投査センターの成松です。ですね、今日は投査科学っていうののデータベースをお話しするんですが、一般公開ということでちょっと投査あまりご存知じゃない方がいらっしゃるかもしれませんので、最初に簡単に投査とは何かをお話しいたします。このスライドはですね、教科書によく出てくるんですが、リンパ球の電検写真で、投査が細胞表面にびっしりと生えているわけです。これ実はトリックがありまして、投査の一本一本が見えているわけではなくて、ニカワかグリースのようなもので投査を数万本を固めて、電検で見えるようにしているわけです。それからこれつい最近ですね、ケミカルに投査をラベルすることによって可視化することができてですね、これゼブラフィッシュの胎児を染めますと、こういうふうに体表面はびっしりと投査に覆われているということなわけです。で、これ私がいつも考えているイメージを漫画にしたんですけど、ちょうど投査っていうのはですね、細胞あるいはタンパク質が着ている洋服のようなものだと。細胞表面にしてもあれは糖タンパク質の糖鎖が見えている、あるいはセラミドという脂質の上に生えている糖鎖が見えているわけです。で、糖鎖はですね、細胞が未分化、赤ちゃんから成人して老化する、この成熟細胞になって老化していく過程で洋服は見事にドラマチックに変化していきます。ここでですね、私糖鎖構造っていうふうに言葉を使うんですが、ですね、糖鎖業界ではグライカンストラクチャーっていう言葉を使います。だけど現実にはそれ三次構造じゃなくて糖鎖配列なんで、ちょっとタンパク化学屋さんとはかなり言葉遣いが使うので違いますのでご容赦ください。で、このあと非常に臓器特異性があります。例えばトランスフェリンが脳で作られるというのを最近発見しました。ところがですね、肝臓が作るトランスフェリンと脳が作るトランスフェリン、タンパクは一緒でも糖鎖構造まるで違います。それからあと非常に外界からのシグナル の刺激を受けて糖鎖構造がらりと変わります。それ何意味するかというと、実は細胞表面のシグナルトランスダクションに関わるリセプターというのは 100% 糖タンパク質です。で、糖鎖構造の違いが極めて微妙にリセプターファンクションをレギュレーションしているということが今分かってきています。ということで、細胞の分化状態を反映している、それから、臓器特異性がある、非常に細胞の反応の応答性を反映するというようなことを利用しますと、実は疾患バイオマーカー、分化マーカー、機能マーカーとして極めて有用な分子であるということで、我々は今精力的にそういう研究を行っています。これ DNA 配列、一次構造、タンパク質の一次構造、一直線ですのでさほど表記するのが難しくありません。ところが糖鎖はですね、いくらでもこう枝分かれしていきます。で、おまけに非常にこういう長い糖鎖というのは長さが一定ではなくて非常にヘテロジーニアスです。単一分子を生成するなんて不可能です。ということで、こういう複雑な分子をコンピューター用語でどうやって表記するか、大きな課題でした。で、あともう一つ糖鎖の問題はですね、その2つの単糖がつながるときにつながり方がバラエティがあります。例えばベータ14でつながるか、ベータ13でつながるか、それから枝分かれするんですが、上の枝が枝分かれしてるか、下の枝が枝分かれしてるか、これ全く分子量一緒です。それからここの結合がですね、ベータステロアイソマーでベータなのかアルファなのか、これ違う構造です。こういうのをコンピューター用語でどうやって表記するのかという大きな難点がありました。で、これは非常にジェネラルに糖鎖のジェネラルな機能です。水に溶けやすい、これ血清タンパク質、皆さんアルブミンは不思議なことに糖鎖持ってないんですね。あれ極めて奇妙なタンパクです。後のタンパク質、トランスフェリン、イミノグロビン、ハプトグロビン、ありとあらゆる
タンパクは糖タンパク質です。糖鎖を持って血中に溶け込んでいます。皆さんほとんど意識してないですが、全部糖鎖を持っています。それから細胞膜表面のタンパク質 100% 近く糖鎖を持っています。ジプロテイン、糖タンパク質です。ということで、まだ皆さん気づいてらっしゃらないんでしょうが、我々は糖鎖遺伝子200種類ある、糖鎖に合成に関する遺伝子200種類近くある、あるいは200種類以上あるということで発見をしてきまして、片っ端からノックアウトマウスを作りました。先ほどの増谷先生のデータベースにもぜひ入れてほしいんですが、で、今世界中でですね200遺伝子のうち確か50種類近くはノックアウトマウスが作られて、全てファンクションに関係してて、全てフェノタイプが出て、論文に発表されています。でこれは実は我々が作ったノックアウトマウスで、今30系統ぐらいノックアウトマウスを作ったんですが、最近今年パブリッシュしたこれはですね、ノックアウトすると精子が動かなくなる、で男性不妊の原因遺伝子であるということが分かりました。それからこれはですね、ノックアウトすると血小板の分化が止まってしまう、で血中から血小板がまるっきりなくなりますというような極めて面白いファンクションがいっぱいあります。とにかくありとあらゆる動作がですね機能的であるということがノックアウトで分かってきます。でもう一つグライコプロテオーム、まあゲノムから始まってプロテオームになってグライコプロテオームになる、私どもはこれが最終産物だと考えてるんですが、糖鎖研究の一番難しいところはですね、実は今の現代の技術でタンパク質から糖鎖を切り離して糖鎖構造を決定するのはマスペックでかろうじてできるようになりました。ただしその時もですね、数十マイクログラムという大量の糖タンパク質を生成して、そこから糖鎖を切り離してマスで解析することは現代ではできる。ところが生体内サンプルの例えば非常にヘテロジーニアスな血清タンパクをトップダウンで、どのタンパクの上にどういう糖鎖構造がついているかというようなことは現代の技術ではできません。だからおまけに難しいところはですね、タンパク質の各所に一箇所だけじゃなくてあちこちに糖鎖がついているわけです。でその時にある特定のタンパクの上に例えば5本糖鎖がついているとしたら、5本全てが構造が違います。一体なぜなのか分かりません。構造が違います。だからもう一つ、その糖鎖の構造は先ほども言いましたように細胞の成熟過程でガラリと変わってきます。癌化するとガラリと変わってきます。ということで常に一定の構造をとっているわけではないので、それらをどのようにしてコンピューター用語として表記していくか大きな課題です。で幸いなことに私産総研とが出来上がると同時に産総研に移りまして、ここ十数年ずっと糖鎖研究をやってきて、ゲノムからプロテオームが始まって今ポストプロテオームとしてグライコプロテオームというふうに銘打ってやってます。で、まあ、技術的に一番難しい、分野であるというのを承知しながらチャレンジしてるんですが、まあ最初に糖鎖の遺伝子を片っ端から見つけました。それで糖鎖構造解析する技術を作り上げました。それから今それを応用して、医療応用に向けたプロジェクトをやってたんですが、2011年3月11日の大地震とともにこのプロジェクトが終わりましてですね、世の中に節約命令が出て、今ちょっと糖鎖科学の推進をに予算が足りなくて困っております。で、まあ、ストラテジーとして遺伝子を全部見つけましょう、糖鎖合成にかかる遺伝子を全部見つけましょう、それをリコンビナントにして糖鎖を合成しましょう、合成したスタンダード表品を構造解析技術に使いましょう、でこの技術があれば機能解析に進みましょうという順番でここ十数年研究を続けてきました。でこの過程で非常にハイスループットにデータを出すテクノロジーを築き上げてやってきましたので、論文に書けないようなデータがもうものすごく積もり積もってきたわけです。
で世界が動き始める前に、産総研で当社のデータベースを作り始めてたわけです。でその時に幸い文科省のデータベースプロジェクトが始まって、それが JST に引き継がれて、幸い私どもそれに参加させていただいて現在に至ってるわけです。でこれ実は非常にハイスルプットに投作科学を推進する産総研が築き上げたテクノロジーです。決して輸入品のテクノロジーじゃなくてですね、メイドインジャパンのテクノロジーだということを自負しております。で遺伝子は全部あります。から合成もできます。それからレクシンマイクロアレイという糖鎖をプロファイリングするものすごく高感度なテクノロジーがあります。から質量分析によって構造解析ができます。から糖鎖遺伝子をロボティックにオートマティックに、定量するクアンティテイティブ PCR アレイシステムがあります。からこれはですね、糖ペプチドを非常にハイスルプットに捕まえて、糖がついているペプチドをシークエンスして、どこの部位に糖鎖がついてて、その糖鎖はどのレクチンで認識されるかということを大量にハイスループットにデータを出すシステムです。それからノックアウトとかいろんなシステムを作り上げる。でこれ一例を示します。我々のコンセプトはですね、細胞の分化がん化によってタンパクは増えたり減ったりするけど、その量は大したことないと。そうじゃなくて、ありふれたタンパクでもがん化すれば糖鎖構造が変わるはずだということで、この糖鎖構造が変わった糖タンパク質を、糖鎖構造を認識して、かつ、タンパクを認識する抗体とでサンドイッチすることによって疾患バイオマーカーとしようと。で同時にそれが創薬のターゲットになる可能性があるというスタンスで、こういうバイオマーカーを見つけてきました。でここの過程には我々が開発したテクノロジーが全部使われています。使われて、最後にバイオマーカー開発に至ったものがいくつかあります。でこれ一つの成功例なんですが、皆さん肝臓の検査っていうと GOT、GPT、ガンマ GTP、 今ALS、ALP と呼ばれますが、あれはですね、急性肝炎マーカーなんですね。肝炎が急に起こった時のマーカーです。で慢性肝炎マーカーってのはないんですね。で慢性で肝臓病っていうのはじわ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 と慢性化して肝硬変になって最後に肝臓がんになるんです。そのプロセスを、慢性肝炎のプロセスを見事に数値化するマーカーをエスタブリッシュして、今病院、PMDA に認可されて保険申請までして、世に出ようとしている段階です。でこういうふうに非常にハイスループットに、積み上げてきたデータをデータベースで見事に解釈して、バイオインフォマティクスの技術を使ってバイオマーカーの開発に成功した一例として、世の中にお示しできると思います。さてで実際に我々どういうデータベースを構築してきたか、これJCGGDB と銘打ってます。このデータベース、トータルのデータベースを、これはですね、ジャパンコンソーシアムフォーグライコバイオロジー&グライコテクノロジーという略ですが、当社研究者はそんなに遺伝子やタンパクと比べるとポピュレーションは多くないんですが、世界に誇れるのはやはり日本の糖鎖科学は世界でトップレベルだと、トップを走っているというふうに私どもは自負しています。でこの中にいろんなデータベースがあります。さっきノックアウトマウスのデータベースが豊田先生のところに出てきましたが、我々の糖鎖に関するノックアウトマウス、これもぜひ一緒に理研のデータベースの中に入れてほしいと願っております。でこれだけあるデータベースをですね、これ左側にあるのは産総研がプロデュースしたデータをまとめたデータベースです。つまり糖鎖に関する遺伝子のデータベース、それから、マスデータ、マスペックによるデータですね。それからこれが、最近言いました、どのタンパクのどのアミノ酸に糖鎖がついているかというのを我々自身の生のデータの
データベースです。から あとは、まあ、あとこれは外部、創価大がフライ、ドロスフィラのデータベース、それからノックアウトマウスは名古屋大学で、立命館大学はグライコエピトープというふうに、いろんなデータベース、外部とのデータベースとの統合をしております。で、検索エンジンを作りました。で、例えば生物系の研究者が、サーチするにはですね、やっぱりキーワード検索が非常に楽ですので、キーワードを掘り込めば検索ができる。あるいはこれ国際的に認められている担当のシンボル、マンガチックにこう担当で書いた、この構造を検索に掘り込むと検索できるシステム、それからケミスト、化学系の人はこういう化学構造を検索ワードとして掘り込んで検索するシステムを、まあ、検索エンジンを作りました。で、あとはですね、その、まあ、遺伝子の場合は単一の遺伝子に遺伝子シンボルがついて、そのシンボルで検索すればその遺伝子が全部出てくるわけですが、実は当社ですね、このシアレル VSX というのは非常に当社業界では有名な当社の構造なんです。ところが研究者によってこれだけ違う言葉を使っているわけです、これだけ同義語がある、シノニムがあるわけです。で、これが一つの、まあ、遺伝子シンボルのように当社シンボルとして統一しないとコンピューター用語にはならないということで、現在どんどんと統合しております。シノミムを整備してデータベースに格納している。これは別に GB3 と呼ばれるガングリオシュートの一種ですが、世の中ではこんなふうに呼ばれています。免疫学者は CD77 と呼びますというふうに、同義語が違います。からこれは最近どんどん公開しているデータベースで、おそらくユーザーにとってはものすごく価値のあるデータベースなんですが、例えばがんのバイオ情勢とか、がん患者の血清とか、ここからですね、その糖鎖構造が変化した糖タンパク質はどれかというのを網羅的に同定しまして、で、公開しております。で、つい最近肝臓がん患者の血清中の糖鎖構造が変化したタンパク、これ、1000個近くあるんですが、公開しております。で、実は何が難しいかというと、1000個もあるがん患者と健常人の糖タンパク質の糖鎖の違いというのを、実際に医療に役立つものをどうやって見つけるか、それが実は一番難しいんです。それは皆さんどうぞこのデータベースを見てお知恵をひねってくださいというふうに世の中に問いかけているわけです。から、これはですね、糖鎖研究に入ってくるビギナーの方でも誰でも糖鎖研究が開始できるように、日本全国の200人以上の糖鎖研究者に呼びかけて、ぜひ専門分野のプロトコールを非常に詳しく書いてほしいと。例えばリエージェントをどこかで手に入れたとか、もうありとあらゆる情報を盛り込んで、プロトコールをオンラインにしてほしいということで、皆さん賛同してくれまして、今グライコポッドとして、これは立命館の川崎先生が中心にやってくれているわけです。で、これをやるとですね、非常に評判よくて、外国からもぜひ書かせてほしいと言ってくるんですが、いや、日本でほとんど網羅できるからっていうようなことで、ですが、まあ少々は、じゃあ書かせてやろうというようなことで上から目線で眺めております。で、これは立命館が開発したグライコエピトープ、皆さん、例えば今臨床で使われている腫瘍マーカーのほとんどが糖タンパク質の糖鎖部分に対する抗体なんですね。で、それぞれの抗体が何を認識するか、で、それはどういうふうにして使えるかなどをまとめたデータベースです。からこれはですね有機化学、有機化学者が糖鎖を合成しますが、これ日本が一番進んでます、テクノロジカルに。この時に有機化学で合成するっていうのは、何十ステップも中間産物があるわけですね。で、その中間産物を全部 NMR を取りながら確認しながら合成するんですが、
その合成過程の NMR のシグナルをデータベース化しました。だから素人が投作合成やっていくときにマニュアルで NMR で確認しながらやれば、このデータベースを見れば合成にまで至るというようなデータベース。これは野口研が中心になってやってくれまして、全国の有機化学合成に得意な研究室が、本当は秘伝なんですけどね、各研究室にとってはそんな情報は本当は出したくないはずなんですが、心よいところは出してくれました。秘密を守りたいところはまだ出してくれません。ということです。それからさあ、一つそのさっき言いましたシアリル VCX という有名なエピトープから、果たしてどこまで糖鎖が結合している糖タンパク質の遺伝子データまでをたどれるかどうか、シアリル VCX だ。これトップページです。でデータベースクリックして、で例えばキーワードによる検索をしてみましょうということで、キーワード検索をタッチして、ここにキーワードとしてシアリル VCX というキーワードを入れます。そうすると、JCGDB の中の例えば遺伝子タンパク質研究所に各データベースから、何種類かヒットしてきます。でそのヒットしてきた中から、例えば糖鎖構造分析結果、ここを見たければ、これ4項目がヒットしてるんですが、その4項目を見ますと、こういう画面が出てきて、で例えば、この、エントリーを選択しますと、こういうシンボルマークで選ばれた糖鎖構造が出てきます。でこれに関する詳細が出てきます。で、最終的にですね、グライコエピトープも検索することができて、グライコエピトープの例えばこの抗原を認識するのに世の中にどういう抗体があるとかいう情報が飛び出してきます。で例えばそのシアリル VCX をキャリーしているタンパクは何なんだとということで調べますと、こういうふうに MCBI まで飛んでですね、で MCBI まで飛んでこの MCBI の情報が出てくるというふうなところまで至ってるんですが、さて今先ほど豊田先生の話でもセマンティックウェーブが出てきたので、あの中に盗作科学が入ってなかったので、ぜひ将来的に入れてほしいんですが、我々もセマンティックウェーブを開発し始めました。でこれ去年の初め頃にやりましょうということでやって、セマンティックウェーブをインターナショナルに持っていくことによって、標準化と海外連携を図りましょうというのがもちろん目的です。であとワークスっていう、これはですね、さっき言った糖鎖の複雑な構造をいかにしてコンピューター用語で表記するか、これ我々独自のアイデアで開発しました。でハッカソンと、それからあと我々JST の予算のおかげで頻繁に国際会議が開催できますので、国際会議を開催してインターナショナルな同意を取りつつ、開発をやっております。で最も有効なのがハッカソンなんですが、2012年富山の DBACS 主催のバイオハッカソンに追加する形で、海外から糖鎖のデータベースを盛んにやってる研究者を呼んで、一緒にハッカソンをやりました。でグライコン・デイビーというのはアトランタですね、アメリカの、ユニカーブはオーストラリアのニケ・パカサ君がやってます。それから CSDB というのはロシアのフィル・トカチってなってます。でからモノサカライド、これはドイツのグループで、これ JCGGDB が日本です。でこういう世界中に散在するデータベースをの使用関係者を集めてやってます。で、あと RD 化、初めてその RD 形式の糖鎖情報を出すプログラミングをこのハッカソンでやったわけです。で、
この RDF データに対してスパークルのクエリーを投げることで、その関連する情報を容易に取り出すことができるということを確認しました。で、これちょっとまあ一つご紹介します。RDF 化完成でスパークルクエリーの使用実例の作成を実施行で、ワークスの基盤開発で、これはですね、 RDF が、RDF でデータベースとして、これらのさまざまな動作と動作関連データベースですね、これは世界に存在するデータベースの、これらのデータをトリプルストアに格納してスパークルクエリーを試みて成功しました。この3つのクエリーを試しました。試しに3つやりました。で、まずは JCGDB の動作構造から糖タンパク質のユニプロット ID を取得できるか、またレクチンに関連する動作構造を取得できるか、そして動作エピトープを持つ糖タンパク質を取得できるかを試しました。で、まあ、3つのクエリーともうまくワークしました。ということで、で、次のもう一つはですね、ワークスの開発ですね、ワークスの基盤開発。これはですね、ワークス、略したのウェブユニークリプレゼンテーションオブカーボハイドレートストラクチャー、この略なんですが、糖鎖というのは先ほど言いましたように非常に曖昧な構造が論文になっています。で、未確定の糖結合情報から、多糖類というのは長さが一定してません。だから繰り返し構造も長さが一定しません。だから単糖組成のみの糖構造情報もたくさんあります。バクテリアから人間まで含めると数百種類の単糖の種類があります。これはですね、核酸がたった4種類、アミノ酸がたった20種類と比べるととてつもない膨大な数の単糖の数です。で、これらをコンピューター用語で表記できるかどうか、これ一つの例です。単糖といってもですね、人によってこういう表現の仕方が違います。で、ワークスで表現してユニークな表現方法にしました。それからこれ、こういう構造がよく論文に出ます。で、これはですね、例えばこのシアル酸がこの3本の枝のどこについてるかわからない、同定できない。だからここのガラクトースとグルコナックの結合が1酸結合なのか1四結合なのかわからない。だからここの枝もベータ1四でついてるのかベータ1六でついてるのかよくわからない。だけど大体こういう構造だというのが構造として、報告されますが、これをワークスで書きますとこういうふうに表現できますよと、こういう曖昧な構造もコンピューター用語として表記できますよというシステムを作りました。で、要約しますと、そのワークスは論文に記述される全ての動作構造を1位に表記できるようにデザインして、またワークスデータは文字列なのでその URL にも利用可能で、しかし現実的にはワークスが標準的な表記方式として利用されるためには、既存の形式のデータを変換するツールやワークスの構造を画像で表示するソフトなどを開発する必要があり、今後の課題となっています。で、この論文は今投稿中です。で、6月にですね、中国の大連でインターナショナルなウェットの投射科学の学会がありました。で、それと同時開催という形で、大連で東京でハッカソンやってたんですが、当社のハッカソンは大連でやりました。で、ユニバーサルな当社アンドロジーの開発に着手して、で、富山ハッカソンに参加したデータベース開発者と一緒に当社構造に焦点を当てて、当社構造関連する実験情報と文献を表すためのオントロジーを開発しました。で、これをグライコオントロジーと呼んで、現在また論文を執筆中です。で、ここが一番大事なと最後のスライドですが、大連ハッカソンの前日にですね、第5回の ACGG データベース会議を開催して、これらの国の動作研究者とこれらの項目に関して決議しました。一つはですね、国際動作の構造のリポジトリの基本合意で、これは遺伝子シンボルで、現場と同じように遺伝子の場合投稿するときに遺伝子の ID をもらいます。それと同じようにそのシステムを当社でも作ろうということで、これに合意しました。で、システムのフレームワーク、これは、世界中が当社科学は日本が一番進んでるっていうのを認めてますので、プロトタイプは日本の現在我々のグループで開発するという基本的合意を取りました。で、あとデータの範囲は構造情報と最小限のメタデータを登録すると。で、
これはもちろん、あの当社関係のこれらのインターナショナルな学会の支援と普及を受けてやることになっています。で、今言ったことなんですが、要するに、遺伝子の登録と同じようなことをワークスという表記法を開発したし、それに基づいて、ID を発行しようと。で、それを発行した上で論文化になるというようなシステムを当社科学の分野でインターナショナルにやるという合意ができたので、日本が中心になってやるということになってます。で、こういうことでまだまだ当社っていうのはですね、構造解析の技術開発が必要です。遅れてます。技術開発はウェットの分野でやらなきゃいけません。しかし医療防衛の道は拡大は非常に大きいものと私は信じてます。それから今これは当社構造データの標準化をやってます。今お話ししたように、からセマンティックウェブも当然当社の分野にも開発して今後の課題にしていきたいと思っています。以上です。どうもちょっと時間を増しました。すいません。ありがとうございました。